皆さんこんこにちはおっかけ情報局のてんこですアジアスーパーヤングの第1回放送オフライン試写会があるということでせっかくの機会なので参加してきました今回会場に来ていたのは練習生のともきくんひろむくんロイくんの3人でした3人はキャッツアイという事務所の練習生で「猫目さん兄弟」というグループ名で番組に出演をしているということでしたキャッツアアイというアニメも えー、3姉妹なのでで、えー、人組とということでそれもかかっていいるみたいです、えー、告知が出されたのがイベントの3日前という本当に直前だったのですが、えー、なんとか行くことができて、えー、Q&A コーナーなどで貴重な裏話が聞けたりトークも面白くて、えー、本当に盛り上がりました。 えー、最後にはハイタッチ会が行われてすごく楽しいイベントに、えー、なっていたと思います、えー、今回はその内容について少し、えー、お話ししたいなと思いますイベントの構成としては最初にテーマソングのパフォーマンスがあった後にトークイベントその後に第1回放送を3人と一緒に見るという流れでした、えー、試写会の様子なんですが、えー、番組放送を 大きなスクリーンに映して会場をみんなで見るという形だったのでスポーツ観戦のようにみんなで応援するというそんな雰囲気があってとても暖かくて楽しい雰囲気になってたなと思います3人は最初ステージの上にいたんですが試写会を一緒に見るためにステージから降りて客席の前の方に椅子を置いて、えー観,客のえー、観客の方と一緒にスクリーンを見る形になって本当に距離が 近かったたので会場中がが盛り上がり上ましたえ放送なんですが放送が始まった時に、えー、私も、えー、てっきり日本語の字幕があると思っていたんですがその時まだ字幕が英語しかなかったので最初英語字幕で放送されていて途中でわからない人のために、えー 確かんだっったとと思うううですすが今こういうこい言ってます、えー、最初の評価はこういうシステムですっていうのを日本語でえ急きょ説明をしてくれたりしてこわからない人がいるなっていうちょっとざわっとした雰囲気をちゃんと察知して気遣ってくれてみんなに教えてくれるというような感じがとてもありがたかったですしこれは本当にえその時だけしかできない経験をしてるなと思って、あのー、それだけでもこのイベント成功なんじゃないかなと思いました。 えー、もちろんその後ですねスタッフの方があの同時通訳をするという流れになってそれも本当にその臨機応変な感じというかおおらかな感じがまあ、えー、あって本当にあの楽しめました、えー、先ほどですね「ヨークのアプリで第1回放送を確認したんですがそちらには日本語の授業 字幕自動字幕がもうついていて、えー、日本語字幕でも見ることができるようになっていたので試写会の前に、えー、中国の各地と中継がつながれて、えー、上海だったり北京だったり香港だったりいろんな場所で同じように試写会イベントで、えー、ファンの方たちがたくさん集まって、えー、楽しんでる様子っていうのがすごく伝わってきてとても面白かったです。 このイベントを通して何よりも感動したのは3人とととも本当にレベルが高いということですいや。最初に登場した時にテーマ曲のパフォーマンスダンスをしてくれてそれが本当に3人とも魅力的でみんなそれぞれうまいっていうのが本当にすごいことですよね。 トークイベントでもそれぞれがパフォーマンスを見せてくれたんですけれどもひろむくんがまず中島美香さんの「雪の花」を歌ってくれて女性の曲なのですごく難しいと思うんですがあまりにも上手くて本当にびっくりしましたいや中国でも人気のある曲ということで中国人の練習生たちともこの曲を一緒に歌ったりしてるっていうエピソードも聞かせてくれました。 そして最年少のロイくんなんですが、えー、シャイニーテミンの「ギルティー」というあの曲、えー、今本当にいろんな人がダンスチャレンジしてると思うんですがその、えー、ダンスを踊ってくれてこの曲本当に話題の,あのセクシーなダンスだと思うのでまさか最年少がやってくれるとはという感じで完成が本当にすす。ごかったですそしてともきくんは自作曲を歌ってくれました。 作曲もできるし歌もダンスもラップもできて本当に才能しかないのなと思いましたでこのイベントでさらにファンがもうそれぞれのファンが増えたんじゃないかなと思います本当に3人ともすごい実力と魅力があるのでもっともっと多くの人に関心を持ってもらいたいですし日本からの練習生が本当に頑張ってるので是非たくさんの方に番組見ていただきたいなと思いました トークの中で Q&A があったんですが、今回の参加者の中で、練習生の中で仲のいい人はいますかという質問があって、えー、それぞれ仲のいい練習生を答えてくれてたんですが、そちらをちょっと紹介したいと思います。ひろむくんの仲のいい練習生として挙げていたのがこちらの3人です。えー、写真の一番右側にいるのがビッグ 彼は第一印象のランキングで8位なのでかなり放送前から認知度のある練習生なのかなと思いましたみんなで「しーちゃん」と呼んでると言っていて、えー、日本語わからないんですけれども「しーちゃん」って呼ぶと、えー、振り向くというふうに話していました、えー、今後彼が出てきたら、えー、ぜひしーちゃん」と呼んで、えー、注目したいと思っています、えー 円ンという3人組のグループのリーダーということで、えー、同じ3人組同士で仲良くしていたということでしたアーチとカールは香港出身ということで、えー、一緒に外に連れ出してくれたり相談に乗ってくれる、えー、とても優しい練習生というふうに話していました。 アーチェについては歌手として活動しているということで第一印象のランキングでも7位とかなり高い順位にいるので認知度が高く人気も高い練習生なんだなというふうに思いました歌がうまいということなので歌のパフォーマンスぜひ注目したいなと思っていますはいそしてロイ君の中のいい練習生として4人挙げていました えー、ビッグシーちゃんとアーチは、えー、ヒロムくんと同じですね、えー、そして左上の写真のキングスリー、えー、ヤン・イーチェンと読むんだと思うんですが、えー、彼については、えー、ダーチェンとダーチェンダーチェンと呼んでるというふうに言っていました。 えー、ダンスがうまいということで、えー、舞踊系の上品なダンスを踊るということだったので、えー、ダンンススのパフォーマンスぜひ注目していいきたいなと思いますそして左下の「えー、デズ」については、えー、香港出身で、えー、ロイ君と好きなアーティストがすごく似ているということで話がとても盛り上がっているということでした。 そして最後にともきくんの仲のいい練習生として6人挙げていました左上の、えー、ヤン・イーチェンラーチェンについてはともきくんとルームメイトだったということで、えー、ルームメイトを変えるようなタイミングがあってもずっとルームメイトでいたということで、えー、すごく、えーうん、優しいエピソードとしては、えー、そのルームメイトを変えるタイミング部屋を変えないといけないタイミングがあったんですが、えー まあ日本から来ていて環境も変わって大変だろうからということでえそのままルーメイトでいてもいいよというふうに言ってくれたっていうことを話していましたはいそして左下のワンムーチンですねワンムーチンくんについてはえすごく可愛いいということでえカピバラ好き。 でカピバラと一緒に撮った写真を送ってくれたっていうふうに言ってましたでそして彼についてはすごく優しくて、えー、食が合わなくて痩せてしまった時に、えー、毎日ご飯を買ってきてくれたっていうふうに話していました、えー、真ん中下のボボについては台湾出身で、えー、誰とでも仲良くなれるような人で、えー、ずっと一緒にいたというふうに話していました、えー、身長が大きくて、えー やんちゃで悪ガキなのでビッグベイビーと呼んでいるというふうにも話していました、えー、そして、えー、ルイくんについては日本からの参加者ということで、えー、ダンスもうまいし、えー、信頼もしてるし、えー、ぜひ注目してくださいというふうに話していましたそして右下スカイと真ん中ウォーカーについては、えー、残り時間が少なくなってしまって、えー、あまり話を聞けなかったんですが2人ともすごくうるさいと 話していましたただ、えー、天才ですということだったのでこの2人にも注目して見ていきたいと思います番組ですがヨークのアプリから見ることができるようになっています、えー、ヨークのアプリダウンロードして開くとすぐに、えー、トップに、えー、今ならアジアスーパーヤングの、えー、まあ、番組が出てくるようになっているので、えー、すぐに見ることができるようになっています、えー、ただ VIP 会員専用の動画というのもある ようなので、えー、それと、えー、通常版とが、えー、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、えー、無料版でも、えー、全然問題なく第1回の放送が見れるようになっています。そして YouTube でも見ることができれば嬉しいなと思っているんですが、えー、スタッフの方によると YouTube で、えー、動画上がる可能性は高いけれどもまだ確定ではないので都度チェックしてくださいということでした。えー、私もも、えー、これからもちょっと 都度チェックしながら、えー、追いかけていきたいなと思いますはいそれでは今回以上となりますご視聴ありがとうございました